堀直政。堀直政は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。重帝の堀秀政の家老となり、堀勢を与えられたが、奥田直政と呼ばれることもある。近世大名としては、秀政の家系よりも、直政の家系の方が有力となった。天文十六年、1547年、尾張中島郡、奥田省にて、奥田直住の子として生まれる。 重帝、堀秀政のおじの一行胸の層の下で、秀政と共に幼少期を過ごす。このおじが二人に先に手柄を立てた方にもう一方が従い協力して加盟を起こす要素とし、秀政が先に手柄を立てたので、直政はその家臣になったと言われる。なお、この種の逸話は、加藤清正など他の武将にも見られ、創作との指摘もある。 秀政は十三歳から織田信長の故障になるが、直政も同時期に信長の配下になったと思われる。以後、直政は秀政の補佐をしていたとされるが、この時期の直政の資料は乏しい。官営書家系図伝には、伊垣公城攻めで政兵を率いて戦闘し、信長に称された伊勢本城攻めで功を挙げたとある。信長の死後は、秀政と共に豊臣秀吉に従い。 山崎の戦い、静ヶ岳の戦い、小牧、長久手の戦い、最下攻め、四国攻め、九州征伐、小田原征伐に従軍した。特に、静ヶ岳の戦いでは、十文字槍を片手に、柴田勝家の金の馬印を奪っており、これを奪い返そうとした、小塚東江門を組伏せ打ち取ったと言われている、関西重州所家府。秀政は、小田原征伐の最中に、 陣中で病死。秀政の死後、この秀次が後継ぎには、まだ早すぎると判断した、豊臣秀吉は、所領の北の将を召し上げようと考え、秀次の修報は滞こった。怒った直政は、次男の名およりを秀吉に使いに出し、書状で、左衛門の秀政、他年の均衡あり、一万一後目立てられずんば、参りてご縁を汚さんと訴えたため、秀吉は、 修士の修法を許した。慶長三年、1598年、秀吉の命で、上杉景勝を合図へ、堀修士を越後へ移す国替えが行われた。越後四十五万国を一族と寄り木で統治し、春日山城に修士、蔵王道場に修士の弟、親寮、坂戸城に直政の次男、直頼、三条城に直政、城代に着男の直木を、柴田城に、 溝口秀勝、本上城,城に村上義明、後に地名を村上に改めるが入った。秀吉の命による大名の国替えの際は、年貢米は半分のみ徴収し、残りの半分は後に来る領主のために残しておく、決まりになっており、上杉氏と堀井氏にも同様の取り決めがあった。しかし、直江え兼次と、石田三成の防義により、年貢米はすべて持ち去られていた。 越後風土器。堀家はやむなく、新潟大官、河村彦衛門から二千秒の米を借りた。金継具は、河村とは、旧地の間柄のため、直政からの借りべを入手して、秀吉の死後佐官に返済を特則した。上杉影勝は慶長四年、千五百九十九年、伏見から藍津へ帰国すると所領にて、武具兵糧の購入、鳥や橋の修繕、 浪人雇用など、軍備増強を図った。直政はこれらの実情を、徳川家康に報告し、これを受けて、徳川家は、家臣、稲諦ずなを死者として、合図に送った。その返答が、直江城であるが、その中で、越後への野心を問われた際に、九太郎、修士を踏みつぶすのは、造作もない、剣持。直政が色々言ってくるのは武道を知らず慌てている。 聖だろうと堀家を侮っている。なお、直江城は、後世の創作との指摘もある。家康は上杉討伐の軍を組織し、修士にも津川口から合図へ攻め入るべしとの書状を送った。これについて、堀一族で合議した。直頼よりは、太公、秀吉の恩に報いるため、上杉と組むべきと主張し、ところが直政は、太公のみの恩ではない。 信長公の御恩から起こったのだと主張した。その上で、秀頼公の本心ではない、公の乙女にもならない、家康の勝利は必要であるというと、一族は皆同意した。戦への備えをし、家康の指示を待った。この後、石田三成からも、前田利長、庭長茂ら北国の諸将は上方に従ったので、共に北国の通路を開き、 上杉影勝に協力して、中説を果たせとの書状が届いた。三成の策略と見抜いた直政は、三成には、全起用に返答し、前田家へ、問い合わせと品川家康に二神ないことの確認を、取ると、家康方につく決心を強くした。なお、三成は金継ぐに対し、越後をまた上杉に与えてやる。これは、秀頼公の内裏。 堀修司も大阪側であるとの書状を送っている。加熱具の最速、三成からの書状により、上杉府代の兵たちが八千人、鉄砲が二千丁を集まった北越太平記。加熱具は身分の低い兵のうち、地方に富中義のある者を越後に浪人を装わせて潜入させ、自社などに、検知入りを苦情の一つとして、一揆を起こさせ、 堀家の合図入りを遮らせようとした、越後風土器。8月1日、一騎は、奥広瀬から起こり、小倉主前の守る、下僧城を囲んだ。小倉主前は討ち死にしたが、救援で駆けつけた直よりが数百人を打ち取り一騎を鎮圧した。直政も柏崎方面へ出陣し、一騎を鎮圧した。8月3日、一気勢は、堀直政の居城三条城を攻撃したが、 首相の名置きが撃退している。七月二十一日、上方で石田三成が挙兵していたため、家康は江戸に戻った。金継具は家康追撃を継承に進言するが、継承は、今回の件は堀直政の残言により、家康が仕掛けてきたので、合戦の準備をしたに過ぎない。しかし家康が江戸に引き返すからには、こちらも、 アイズへ引き取るべきは当然であると出陣を拒否した。9月8日、直政は、長男の直オキ次男の直オヨと共に三条城から津川に向けて兵を出し、これを平定した。9月21日、一騎鎮圧の功により、家康から感情を賜った。慶長5年、1600年の関ヶ原の戦いを、境に、一騎は自然消滅していった。慶長6年、 1601年、家康は修士に書状を送り、徳川家の直轄領になっていた佐渡で起きた一揆の鎮圧を直政に命じた。慶長十年、1605年頃になると、家康の命により高台院の望む秀吉の菩提寺の建設にかかった。秀吉が生前建てた安野理事を移転、拡張し、高台寺を建て、費用の半分を直政が負担した。内陣には、 直政の木像が祀られている。高台寺建築中、伏見に滞在しており、この時家康に修二の息子に、徳川家からの嫁を懇願していた。家康はこれを聞き入れ、外村にあたる本田忠政の娘の百合姫を、徳川秀忠の養子として嫁がせた。さらに、秀忠の変記を与えて忠敏と改名させ、松平聖も与えられたが、終世、徳川将軍家の審判。 不代としての扱いは受けられなかった。慶長十年、1605年、堀り新寮と対立する。慶長十一年、1606年5月に、周治が死去すると、幼少の忠だ歳を補佐した。慶長十三年、1608年12月、62歳で死去した。歴戦をくぐり抜けた優勝であったと言われている。掘り決断後期によると死後。 上等の窓か正さというところに埋葬されたという。後に直よりの手により、高野山正智院に改装された。名将原稿録の堀直正の甲に、天下の三陪審の一人として挙げられている。秀吉曰く陪審にて、直江山城、金継、小早川左衛門、高影、堀剣持、直正など、などはとと同じは、天下の使用するとも、しかねまじきもなりとて、 共に賞を寄せられけりとある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。